です。今日はちょっとあんまり時間がないので、1時間枠でどうの？この簡単を集める枠ではなくて、枕が変わると眠れなくなっちゃう。育てる枠ですね。殿が膝枕してくれる？もうしょうがないな。この簡単を育てるために神娘を集めましょうと。あんまり時間ないんだけどね。あ、上級霊光来た。これは侮れませんね。今日はこの神娘の巻を回すので、こっちはね、昨日と違ってがわることはないと思うんだけど、どうかな。まあ育成メンツで良いでしょう。死神さんに武器をつけます。観光でいいよね。あ、ちょっと待って、七王城じゃなくて福井城を育てたいんですわ。福井城は45。ロマンスにしてみようか。で、施設をちょっとつけますね。薬芋もはやりすぎか。あ、入ってない。換気もあったかな。あ、和骨です。カレーね、作り終えました。そこまで把握しているとはやるな、お主。とりあえず換気も七尾城からかっぱらっておきましょう。半にもあげたいよね。カレーはね、ちょうどさっき作り終えまして、ちょっと時間あるなーって、生を始めてしまいました。ちょっとね、生欲がムラムラっときたので、ごめんなさいね。ちょっとね、本当は月曜、火曜、次回予定って書いてあったんですけど、軽めの枠なので、お許しください。ないな。じゃあ、いっか。私に期待してくれていいぞ。蹴散らしてやる。隠し味に生。隠し味になんのかな。とりあえず、牛すじは入ってます。あと、ホタテが入りました。あと何だったかな。あとね、中国仙丹っていう、仙丹の葉っぱをミルサーで砕いて入れましてね。これはだいぶ苦味が出るやつなんですけど、ミスター味っ子がインスタントコーヒーをカレーに入れるように、ちょっと渋みが出ていい感じかなと。そういう感じですね。ちょっとね、ホタテはゴージャスっすよね。我は精錬白亜の極地、さあ撃たれる覚悟はよろしくて。和骨です。ツイッターの方ですね。私の眠りを妨げるのはどうで、やめとこう。ちょっとやめとこうね。華やかに参りますわ。そうっすね。あと酸味もいいんですよね、カレー。なかなかバランスが難しいんですけど。じゃあ羊だ。あんまり突っ込んじゃいけない領域に領域の話をしようとしてたので、やめときましょうね、そこは。そこの杖は強いな。この命果てるまで守ってやる。あら、死に場所はそこですか。ポンニュー届くね。うちのカレーはトマト入れまくってちょっとケチャップみたいな味になってる。トマトもね、ちょっと入ってます。ちっちゃいやつが。
なんか、リコピンがちょっとたくさん入ってる的なやつが、この命果てるまで、トマトもいいですよね。生で焼く。処さないでおくれ。処さないでおくれよ。シギさん、白虎の方角より出陣します。これ大丈夫か？どうなるか。こうか。鳥なき島のコウモリじゃないもん。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。心穏やかに出陣です。届くかな。この命果てるまで守ってやる。死にたいやつからかかってこい。せっかくなので福地さんの私にお任せください。やはり今日はここ回しましょうね。回しますわね。金曜と月曜だけだもんね。姫は子じゃないよ。鬼は子よ。あら、死に場所はそこですか。左下の像さんがあれやね。ごめん遊ばせ。私にお任せ。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。あら、死に場所はそこですか。存在感あるぞ。ジャンヌ様のように。存在感あるね。ちょっとやばいかな。大丈夫かな。楽しくなってきましたわ。あ、夢なら食べてください。ちょっと今日は頑張ることないかなって言おうとした矢先にこれだわ。死に場所はそこですか。これはあかんな。ハリコのジャンヌ様のように。ハリコのジャンヌ様のように。私にお任せください。ジャンヌ様のように。ちょっと良くないなこれは。みんな眠っちゃえ。聖なる力の前にひれ伏しなさい。ここは杖だよね。鳥なき島のコウモリじゃないもん。ハリコの虎ではありませんよ。まだ大丈夫でしょう。楽しくなってきましたわ。わーい、勝っちゃったじゃなかった。なんとたわいない。ちょっとここで苦戦してると酒が思いやられるんですが、カンタンをねやっぱ育てたいんですよ。あー、そういう感じか。あそこ、じゃあそれでちょっと行ってみようかな。まあ、メンツは変えなくて大丈夫なはずなんだ。ただシギさん、シギちゃんがレベル38なのがどう働くかな。白亜の極地、まあなんとかなるか。撃たれる覚悟はよろしくて。あそこは確かに範囲攻撃の方が良さそうな感じですね。私の眠りを妨げるのは誰。華やかに参りますわ。そうね。じゃあ出陣だ。シギさん、白虎の方角より出陣します。あ、和骨です。そうそうそう、後半に備えてね育てておきたいんですよ。いらっしゃいませ、ラクさん。ごめん遊ばせ。ちょっと突発的に始めてしまいました。生この命果てるまで。ちょっとムラムラっときちゃってね。天罰です。なき島のコウモリじゃないもん。この命果てるまで守ってやる。カンタンがあそこでやられてたからちょっと変えていくか。この戦いで私はさらなる高みに登る。心穏やかに出陣です。
あんまり変わんないかな。大丈夫、きっと全てうまくいきます。ごめん、遊ばせ。姫は子じゃないよ。鬼、姫は子じゃないよ。鬼は子よ。姫は子じゃないよ。鬼は子よ。姫は子じゃないよ。鬼は子よ。そこはちょっと思ったんだけどね。そうっすね。まあ欲を言うと70ぐらい欲しいですけど、まあ、動画で使うんであれば60あたりかな。いいとこ65ぐらいの天罰です。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。私にお任せください。この命果てるまで守ってやる。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。あ、コン、いらっしゃいませ。そのユーザー ID は中津城殿ではワコンが中津城殿よね。いらっしゃいませ。あら、死に場所はそこですか。あ、こんにちは。戦だけは得意なのよね。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ、せやね。ここでちょっと頑張っておくとだいぶ楽目でしょうか。大丈夫だよね。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。変わるまではね、変わるまではわかるよ。勝ちました。来週の木曜ですかね。する方が楽なのですが、ラッキー&翼、あ、2人来てる。ラッキー&翼ではないけど白線&翼ね。いけるうちはガツガツ行きましょう。時間があんまりないので。我は精錬、白亜の極地。さあ、あ、でも合成した方が良いのか。打たれる覚悟はよろしくて。良いですよ。白つばさんね。キャプツバっぽいよね。私の眠りを妨げるのはどう。受けてますな。あんまりないんだよね。華やかに参りますわ。じゃあ出陣だ。はい、じゃあ、まあ、敵を迎え撃て。ごめん、遊ばせ。で良いかな。シギさん、白虎の方角より出陣します。この命果てるまで。こんにゃでもね、落ちないときは落ちないんだよね。今日も今初めて、4週に1体。あ、そんなもんか。まあでも言われるとそんなもんかな。もうちょい落ちてるかもわからんけど。私はさらなる高みに登る。そやね。多分列が一番いいと思う。鳥なき島のコウモリじゃないもん。心穏やかに。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。ちょっとゾウさんへの打点を。天罰です。天罰です。姫は子じゃないよ。鬼は子。この命果てるまで守ってやる。姫は子じゃないよ。ここが一番いいと思う。鬼は防衛戦の中では。姫は子じゃないよ。鬼は子よ。まあね。天罰です。列でもね、まああと武器もいいらしいんですけど、うちはあんまり行ってないんですよね、武器は。武器、星4武器の育成にあんまり重きを置いてないので。戦だけは得意なのよね。ここはこう。私にお任せください。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。天罰です。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。連載が当たったら贈り物も人気出ますな。ラ
ああ、そんな話がありましたね。邪魔するやつは誰ですか？よし、勝てるね。世界に名高き我が名を歌え。決まりましたね。ストミ、あのアイキスの方かな。それとも天下統一の方かね。豪華シリーズね、うちも欲しいんだけど、今のところとりあえず槍があるから満足してます。ちょっと簡単のレベルを上げよう。播州姫路の白檀側を使ってあなた様のためにお財布を作ってみましたの。お城の方でいいのね。結構こっちでもね、こっちでもってここでもこれでお揃いですよね。お城の枠でもアイギスの話をしたりするから、そっちの方かなと思っちゃった。あれ簡単は下の方だよね。めっちゃ増えたな。おお、なんだか夢みたいです。使ってしまおう。もちろんアイリスも全然進んでいませんがね。そうなの。ゆっくりでいいよね、アイリスは。焦ってやるこっちゃないっすよ。こういうゲームってマイペースでやれるのがいいとこだと思うんだけど、なんだか夢みたいです。とも昨日見たレビューの低いサイトがありましたよね。あれらはなんかどうも焦ってやっていらっしゃる人が多いのではと思うんですけどね。とりあえずレベルは上がったわ。我は精錬白亜の極地。さあ撃たれる覚悟はよろしくて。よろしくてよ。私の眠りを妨げるのは誰？華やかに参りますわ。じゃあ出陣だ。敵を迎え撃て。ほんにゅー。シギさん、白虎の方角より出陣します。ごめん遊ばせ。この戦いで私はさらなる高みに登る。鳥なき島のコウモリじゃないもん。この命果てるまで。ごめん遊ばせ。心穏やかに出陣です。なんだろうね、大丈夫。覚醒までがすごい長いからうんぬんっていう話が多かったっすね。わからんでもないんだけど、ちょっと焦りすぎでしょうという。そうそうそう。そんでレベル上げがそんなに苦にならない。天下統一の二人マラソンってなっちゃうとちょっとめんどくさいけど、姫じゃないよ。そこまでの労力ではないんですよね。姫は子じゃないよ。姫は子じゃないよ。鬼は子よ。大砲天罰です。姫は子じゃないよ。鬼は子よ。この命果てるまで守ってやる。天罰です。天罰です。寝起きはそうね、昔と比べると全然良くなってると思うんですけどね。あんな風に不満がめちゃめちゃ多いっつうのはびっくりしましたね。最近始めた人からするとそうなのかな。ちょっとやばいやばい。ハリコの虎ではありませんよ。ダメ。勝利この手に。アイガン使ってもうた。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。そうね。ただその辺の何も知識なくやってるとああなっちゃうのかね。
あ、やられた。平蜘蛛だけは渡しませんよ。ここで計略を使うべきですわな。見事な勝利にございます、殿。これで今夜はぐっすり眠れそうですね。和骨です。そうですね、まあ、それか、簡単に計略かけてマッハで倒してしまうかですね。簡単じゃないや、シギさんをさっきのプレイと比べるとちょっと巨大化が遅かったので、それも影響してるかなという感じです。我は精錬。そうですね、そっちの方がいいかなと思います。撃たれる覚悟はよろしくて、私の眠りを妨げるの。華やかに。マッチャー、出陣だ。敵を向こう。ごめん、遊ばせ。この命果てるまで。ごめん、遊ばせ。搬入。シギさん、白虎の方角より出陣します。鳥なき島のコウモリじゃな。この命果てるまで。この戦いで私はさらなる高みに登る。心穏やかに。天罰です。大丈夫、穏やかに。天罰です。天罰です。天罰です。姫は子じゃないよ、鬼は。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。まだ大丈夫か。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。搬入。この命果てるまで守ってやる。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。天罰です。ていうか、別扱いなんですね、神と天罰が。それはちょっと難しいね。ちょっとだけ機嫌悪いですよ。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。速度速くなってんだ。はい、ハリコの虎ではありませんよ。楽しくなってきます。みんなね、めっちゃ寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。ゴリ押し感。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。まだ大丈夫でしょう。そうしてユッセ城は勝利を胸に心地よい眠りにつくのでした。我は精錬白亜の極地。さあ、撃たれる覚悟はよろしくて。私の眠りを妨げるの。華やかに参りますわ。姫路さんが滅じゃない方がいいのかな。じゃあごめん、遊ばせ。出ましたね。どうもあっちの計略に依存しちゃうと良くないな。この命果てるまで守ってやる。搬入。ごめん、遊ばせ。この戦いで私はさらなる。この命果てるまで守ってやる。シギさん、白虎の方角より出陣します。心穏やかに。出陣です。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。鳥なき島のコウモリじゃないもん。あ、こっちですか。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。ユッセ城がちょっと大きくしとけばなんとかしてくれるかなと思ったんだけど。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。あ、ちょっと天罰です。大砲地味さんと向上の強化のバランスが難しいな。こっちも油断するとやばいし。守ってやる。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いです。天罰です。
て変。戦だけは得。寝起きはちょっと、寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。私にお任せください。天罰です。レコーデ楽しくなってきましたわ。これは楽しいわな、うん、見事な勝利にございます、殿。これで今夜はぐっすり眠れそうですね、うん、地形が合わないなりに強いですね。白娘3体でも意外とエルートは高火力なのね。そうですねうん、ちょっとね楽しくなっちゃうよね、あの速さは。うん、百裂拳まさに、うん、いいね百裂拳福知山なら長持ちするし、うん、我は精錬白亜の極地、さあ撃たれる覚悟はよろしくて。うん、良いけどもうそろそろ30分だね、早いもんで。私の眠りを妨げるのは誰？華やかに参りますわ。じゃあ出陣だ。敵を迎え撃て。ごめん遊ばせ。この戦いで私はさらなる高みに登る。ごめん遊ばせ。この命果てるまで守ってやる。うん、石垣山も入れたらもうたまらんね。地形のも問題がちょっとあるけどね。守ってやる。どうなんだろう。シギさん、白虎の方角より出陣します。やっぱ地形的には平山でやるのが一番いいのかな。心穏やかに。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。天罰です。この命果てるまで。船は子じゃないよ。天罰です。船は子じゃないよ。船は子じゃないよ。鬼は子よ。船は子じゃないよ。鬼は子よ。あー、ヤタガラスはうちにはないんじゃよ。欲しいけれども、まあでも多分これは滅じゃない方が良さそうですよね。戦だけは得意なのよね。あ、やばい。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。まあ変わることはないにしても、ちょっと大破はね、ちょっとだけ機嫌悪いですよ。天罰です。簡単育てたいわけだから大破は避けたいですね。観察流の方がいいですね。そう思います。ちょっと後で変えましょう。ちょっとだけ機嫌悪いですよ。私にお任せください。お昼楽しくなってきましたわ。あー、そっか、押し戻せるからめちゃめちゃいいですね。そしてユッセ城は、特技が発動するとね、心地よい眠りにつくのでした。来た来た。装備装備、まあ射程は別に上がらんくてよかったので積み縄で良いかな。来航にしとこうか。うん、で、あ、ちょっと待って、補正がない。補正あるやつ、うん、別になくても大丈夫とは思うんですが。我は精錬白亜の極地、意外と持ってない武器ありますよ。撃たれる覚悟はよろしくて。あ、うちもね、あの秘伝武具のやつ以外はなかったはずですね。なんかあったっけ。どうだったかな。華やかに。じゃあ出陣だ。敵をこの戦いで私はさらなる高みに登る。最近までメツガトリング砲を持ってなかったですし、この間福知山をお迎えするまでね。ごめん遊ばせ。
シギさん、この命果てるまで、この命果てるまで守ってやる。鳥なき島のコウモリじゃないもん。心穏やかに。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。ぽんにゅー、天罰です。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。滅はなかなか良いですよね。この命果てるまで守ってやる。うん、やっぱあの雷光がいいのかな。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。そうそうそう、ただまあ十分じゃ十分なんですよ。あー、菩薩はなんか一本もらってたな。でもまあ星3で足りるぐらいだったような。欲しいは欲しいけどね、持ってないとやっぱり。えへん、戦だけは得意なのよね。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。あ、初見さんいらっしゃいませ。ちょっと短めの枠ですけどね、お城やってます。どうかな。あのちょっとだけ機嫌悪いですよ。今回は大砲じゃなくて百裂剣でなんとかするパターンで。私にお任せください。あ、これでラストだっけ。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。あ、これなくてもいけそうかな。せやね、作りやすい、作りやすさはありますよね。なんとたわいない。ジョーカーは良すな。削れる削れる。うん、意外と計略なしでいけましたね。あの特技が結構効いてるっぽいっすな。どんどん行こう。我は精錬白亜の極地。1時間でどれだけいけるかなと思ったけど、まあすでに60超えてるし、まあまあ十分かな。私の眠りを妨げるのはどう。華やかに参りますわ。じゃあ出陣だ。敵をごめん遊ばせ。慣れてきてますね。いやまあさすがにちょっと慣れてくれないと困りますぜ、これは。この命果てるまで。毎回がばっちゃうとねちょっと面目ないので。うん、でまあ褒められると結構すぐにガタが出るタイプなので、ちょっとそこはね気をつけたいですね。この命果てるまで。鳥なき島のコウモリじゃないもん。心穏やかに。出陣で。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。姫は子じゃないよ、姫は子じゃないよ、鬼は子よ。ちょっとは大砲も強くしときたいですな。天罰です。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。姫は子じゃないよ、鬼は子よ。えへん、戦だけは得意なのよね。この命果てるまで守ってやる。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。寝起きはちょっとだけ。天罰です。寝起きはちょっとだけ。ごめん遊ばせ。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。ちょっとギリやな。見事な勝利にございます、殿。これで今夜はぐっすり眠れそうですね。来ないな。白通は3。あ、いっぱいですわ。1段2段3段お殿様、重箱がこんなに高く。え、そんなに食べられない。な
素敵なご冗談、うん、はい、あーん、やはり確率が収束してきますな、そうね、うん、プリティでキュアキュアな白つばなのかな。おー、あ、なんか私のお友達がなんか今回のプリキュアのことを褒めてましたね、うん、見てる方いらっしゃいますでしょうか、うん、なんか良かったのかな従来と比べて。私はちょっと見てないので何ともなんですが。おお、なんだか夢みたいです。おお、なんだか夢みたいです。結構上がるね。70近くいってしまうのではなかろうか、これは。夢みたいです、まあ、とりあえず上げといていいかな、そのぐらいまで。もう一人ね育てる予定なので、まあ、うまくいけばそっちの方も、なるほど、うん、うちもまあうちも夜勤だけど朝寝るまではいかないかな、うん、よしじゃあ行こう行こう。我は精錬白亜の極地、さあ撃たれる覚悟はよろしくて、うん、よくてよ、私の眠りを妨げる、華やかに参りますわ。じゃあやっぱ昨日5時間やった影響ですかね、敵を迎え撃て、なんかちょっと声が変な感じですな。ごめん遊ばせ、ごめん遊ばせ、この命果てるまで守ってやる、この命果てるまで守ってやる。ああ、そうそうそう、なんかちょっとねツイートが、北郎のツイートが流れてましたけど、やってるんですよね。こんにゅーい、こんにゅーい、まあ私なんかあの3期ですかね、あれ3期なのかな、この戦いで私はさらなる高みに登る、やっとカラーになったあたりの鬼太郎が世代なんですけど、この辺見てる身からするとちょっと感慨深いですね。天罰です。なんか普通の萌えアニメになってたら嫌ですね。猫娘がクローズアップされてましたけど、鬼は子よ、この命果てるまで守ってやる、そういう要素はあるにしても、鬼は子よ、それメインになっちゃったら嫌だなっていうのがありますね。姫は子じゃないよ、鬼は子よ、えへん、戦だけは得意なのよね、うん、もう大丈夫やろう。天罰です。寝起きはちょっとだけ、なんか背が高いんですね猫娘、ちょっと見たら寝起きはちょっとだけ、なんか身長の比較の画像がありましたけれど、うん、猫娘がなんか推定だと171センチあるらしいですね。ちょっとだけ機嫌悪いです。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。うん、大丈夫ね、勝ちました。戦わずして暴殺する方が楽なのですが、うん、うん、どんどん行こう。我は精錬白亜の極地、うん、さあ撃たれる覚悟はよろしくて。アニメは本当に見なくなっちゃったな。私の眠りを妨げるのは誰。華やかに参りますわ。じゃあ出陣だ。ごめん遊ばせ、ごめん遊ばせ、この命果てるまで、この命果てるまで守ってやる。こんにゅー、シギさん、白虎の方角より出陣します。この戦いで私はさらなる高みに登る。こんにゅーい、
心穏やかに。鳥なき島のコウモリじゃないもん。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。ヒメワコじゃないよ、ヒメワコじゃないよ、オニワコよ。ヒメワコじゃないよ、オニワコよ。ほう、上腕お気に入りの割にあんまりレベルが上がってないんですよね。まあ最近すっかり使わなくなっちゃったけれど、お庭子よ。昔はねレベルが足りなくて、イベユニ以外も結構使ってたんですけど、最近はイベユニのレベルを上げてイベユニで済むようになってますね。戦だけは得意なのよね。まあ、この話もちょいちょいしてるんですけど、寝起きはごめん遊ばせ。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。私にお任せください。世界に名高き我が名を歌え。決まりましたわね。決まったけど来ないね。まあでもその4回に1回っていうペースできてるのかな。そうですね。まあうちは言うほどテイレアではないんですけど、まあイベユニっていう、縛りで、まあまあ。我は精錬、白亜の極地。さあ撃たれる覚悟はよろしくて。まあ正直なところを言っちゃうと、お城はねそこまで、気合い入れてなかったんですよね。ちょっと前まではじゃあ出陣だ。ごめん遊ばせ。でも最近は結構、身を入れてやるようになってます。ごめん遊ばせ。この戦いで、またこの命果てるまで、この命果てるまで守ってやる。おんにゅー。シギさん、白虎の方角より鳥なき島のコウモリじゃん。おんにゅー。心穏やかに。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。そうっすね。配布のあの名古屋城とか星七も稀にね配ってもらえますし、姫は子じゃ、姫は子じゃない、姫は子じゃないよ。最近だとクマモンか、お庭子よ。素材にしちゃったけどな。姫は子じゃないよ。素材じゃないや、限界突破。お庭子よ。この命果てるまで守ってやる。天罰です。戦だけは得意なのよね。寝起きはちょっとだけ、寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。天罰です。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。そうっすね、あの星5からいきなり飛んで星7が配布されたりしますからね。楽しくなってきましたわ。そこはもうちょっと間を取っても良さそうな気はします。楽勝だったよ。来ない、白つば来ない。我は精錬、白亜の極地。さあ撃たれる覚悟はよろしくて。よろしくてよ。まあもうめったに撃たれてやんないけどね。もう参りますわ。私の眠りを妨げるのはどう。ごめん遊ばせ。完売ですかね。あ、仕入れを待ちましょう。敵を迎え撃て。この戦いで私はさらなる高みに登る。ごめん遊ばせ。まあ人気がありますからね。この命果てるまで、この命果てるまで守ってやる。ほんにゅー。この辺りのドームはもういないようだ。ちょっと他の箱を探さないとね。あかんかね。シギさん、白虎の方角より出陣します。
心穏やかに鳥なき島のコウモリじゃないもん。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。ほんにゅー、ひめわこ、ひめわこじゃないよ、おにわこ、ひめわこじゃないよ、おに、この命果てるまで守ってやる。天罰です。ひめわこじゃないよ、おにわこよ。えへん、戦だけは得意なのよね。天罰です。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。いやー、中身がそこそこでもやっぱ守らんと。ちょっとだけ機嫌悪いですよ。天罰です。寝起きはお昼寝の邪魔するやつは誰ですか。楽しくなってきましたわ。さあ、こうして言って北郎が復刻する割には北斗の剣とか、あんまり聞かんな。ああ、やっぱ来ないな。やばい、シュシュでちょっと、いかん、私からは下ネタしか出てきませんよ。我は精錬白亜の極地、だからまああんまり下手なことは言わないですけれども、撃たれる覚悟はよろしくて。中身わかるとそれ次第で撤退、華やかに参りますわ。ちょっとそれはアイギスチックですね。まあ、じゃあ出陣だ。そこがわからないっていうのもまた良さみなのかな。お面は育て、家なんでもない。なんでもないんならいいんですよ。ごめん、触れないでよ、そこは。もう、バンとか怖いからね。この命果てるまで、守ってやる。この命果てるまで、ポンニュー。この戦いで、私はさらなる高みに登る。シギさん、白虎の方角より出陣します。福知山さんの立ち位置が、ちょっと地味だけど。心穏やかに、出陣、大丈夫。きっとすべてうまくいきます。上に寄せた方がいいかな。ああ、そうだったっけ。ああ、もう全然覚えてないわ。この命果てるまで守ってやる。天罰です。実写化の映画はちょっといい話聞かないよね。天罰です。あ、やばいやばい。夢はこじゃないよ、おにわこよ。ひめわこじゃないよ、おにわこよ。ドラゴンボールの実写のとかどうだったんだろう。だいぶ盛大にこけたような気はするけど、実際見てはいないですよね。寝起きはちょっとだけ天罰です。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。こう見るとそこが効いてやっぱ強いっすね、そのままでも。決まりましたね。来た来た来た。あー、やっぱだいたい4回に1回ぐらいでしょうかね。収束してますね。我は精錬白亜の極地。 あと10分。さあ、撃たれる覚悟はよろしくて。私の眠りを妨げるのは、華やかに参りますわ。じゃあ、ごめん、遊ばせ、ごめん、遊ばせ。この命果てるまで守ってやる。パターン入ってきましたね。この命果てるまで守ってやる。この戦いで私はさらなる高みに登る。シギさん、白虎の方角より出陣します。鳥なき島のコウモリじゃないもん。心穏やかに出陣です。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。天罰です。
姫は子じゃない、姫は子じゃないよ、姫は子じゃないよ、鬼は子よ、姫は子じゃないよ、鬼は子よ。この命果てるまで守ってやる。へへん、戦だけは得意なのよね。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。寝起きは、寝起きはちょっとだけ。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか。こっちは割と早く行っちゃってもいいんだね、多分。天罰です。対策し直してほぼオリジナルにした方が良いのではないかと思わんでもない。実家とか寝るかはともかく、わら、殿の言う通りにしてたら楽勝だったよ。そもそも実写化っていうのがね、なんかどうなんだろうね。よく実写にしようと思うよね。そこは大したもんだと思う。でもそれだけ。あ、いっぱいだ。まあ全く別のもんにした方がいいよね、きっとね。なんか生地似せちゃうから反感を買いそうな、そんな気がする。66か。デスノートは良かったの。あ、そうなの。デスノートはなんか、神話性ありそうよね。あ、和骨です。成功したのが孤独のグルメだな。あー、そうね、孤独のグルメは、そうね、あれも、そうね、私はあの原作の方が好きだけど、でもあれは見たことあるんですが、確かに、よかった。ちょっとこっちに、こっちのレベリングもいたしましょう。ちょっと動画に使うので調整しやすいように。なんだか夢みたいです。練習は割と良かったと思う。直樹はわらわら。お、そうなの。ガトツはどうだったんだろう。ルローに献身とかね。そうなの。ちょっとね、ルローにルロケン見たことないんだよな、実写化のは。なんだか夢みたいです。わら。あの、るろうに剣心、孤独のグルメ、デスノート。この辺は実写でも良いのですね。孤独のグルメ以外はちょっと見たことないな。興味湧いてきた。あ、もう7分切ってる。なんだか夢みたいです。35。66、ちょっと70ぐらい目指してみるか。上げすぎですかね、70だと。リアルよりならいいのかもね。かもわからんね。ルローに献身は非天剣スタイル書類送検を思い出す。わら。なんぞそれ。そういうネタがあるのか。68、この辺で止めとくかな。おお、なんだか夢みたいです。原作者特攻は読めたまえ。原作者特攻、あ、特攻、そっちの特攻ね。あ、あれか。原作者がちょっと、ちょっと大板をしたやつですよね。なんか、るろうに剣心リアルタイムで読んでた世代としては、なかなかショッキングですよね、ああいうの。極楽の山本が捕まっちゃった的なのも、ああいうのもなかなかショックですけど、まあ人間だものね。あの、長売れてるだけにね、すごいよね。
そう、やらかしちゃった時のダメージが、あと、もう一人の方、あと、上げておきましょうか。もう時間ないな。ああ、もう大丈夫か。あと一回ぐらいいけるかしらね。華やかに、参りますわ。うん。残りの霊力的にも。我は精錬、白亜の極地。無造かな。さあ、無造かな。打たれる覚悟はよろしくて。うん、まあ間違うこともあるよ。華やかに参りま私の眠りを妨げるのは誰？じゃあ出陣だ。敵を迎え撃て。なるべく間違わずに生きていきたいっすな。ごめん遊ばせ。この命果てるまで、この命果てるまで守ってやる。ポンニュイ。この戦いで私はさらなる高みに登る。シギさん、白虎の方角より出陣します。ポンニュイ。心穏やかに。鳥なき島のコウモリじゃん。大丈夫、きっとすべてうまくいきます。うん、姫は子じゃな、姫は子じゃないよ。鬼は子よ。姫は子じゃないよ。鬼は子よ。ああ、姫は子じゃないよ。鬼は子よ。私もそう思う。やっちまったもんはしょうがないからね。戦だけは得意なのよね。そんでまあ、やっぱ正直に生きていきたいですからね。正直に生きた結果がそれかーいって突っ込まれるともうグーの根も出ないけど、うん、それでもまあ、はちょっとだけ機嫌悪いですよ。あ、今はそうなんだ。うん、でもまあたけしの後トリコやって売れましたよね、シマプーさんは。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。あれでだいぶ許されてる気がする。寝起きはちょっとだけ機嫌悪いですよ。お昼寝の邪魔するやつは誰ですか？天罰です。よいしょ。楽しくなってきましたわ。勝ちました。戦わずして暴殺する方が楽なのですが。うん、来ない。うん、じゃあ気もなくなったし今日はこの辺ですかね。あ、間違えた。うん、トリコはアニメ化して人気になったね。そうですね、簡単に計略かけるのが楽しくなってきた姫路。うん、あれはだいぶ、うん、拳に。あ、お疲れ様です。お疲れ、言おうとしたことに混ざってしまった。あの、拳に速度アップはだいぶ、まあ、本当はあの、火力強化した方がいいんだろうけど、あの、簡単の場合は速度アップがすごい相性がいいように思いますね。あの、特技との噛み合いが大変良いです。うつべし、うつべし。うん、うつべしやね。だからイベユニでやると石垣山になるのかな。うん、まあ今後組み合わせて使う時が来るやもわかりませんね。こっちもまあポチポチとレベルを上げて。おお、なんだか夢みたいです。まあ、こっちも50から60ぐらい。あるとやりやすいかな。なりますね。あ、近所はうちおらんけど。あ、おつです、おつです。あの、短い枠ですが、あの、皆さんいらしていただきありがとうございました。今度、明日どうだろう、やるかな、わかんないけど、お疲れ様です。もしかしたらまた明日も軽めにやるかもわかりませんので、よろしければ、またご覧ください。それではお疲れ様でした。失礼します。